エドマンド・ケネディはアメリカ海軍の士官で、後に東インド艦隊の初代司令官となった。ケネディは1785年頃、メリーランド州に生まれた。幼い頃両親を亡くしたこともあり、防衛として海軍に入隊し、半送フリゲートジョン・アダムスに上官した。第一次バーバリ戦争のトリポリ以降の戦いの際には、手のひら砲兵層であったが、その勇敢な行動が認められ、 戦いの直後に士官候補生となった。1810年には大尉に昇進し、米英戦争勃発後の1813年にはスクーナーロンサッチの定調となった。しかし、外海に出ることはなかった。続いて、ノーフォークのフリーゲートコンステレーションに移動になったが、ここでも英海軍の封鎖のため、コンステレーションは外海に出られなかった。 1814年4月には、エリー湖で任務につき、終戦までをそこで過ごした。戦後の1817年3月5日に中佐に、昇進した。米国と極東との貿易は限られてはいたが、長い航海を経ても、米国の怪我は、薬弾剤や、綿製品と中国の絹や茶との交換によって、莫大な利益を上げることができた。特に極東の富の話は、 中国の市場に関する神話となっていた。この神話を現実に変えるため、1835年にエドマンド・ロバーツを長とする外交施設が中国に派遣されることになり、そのために2隻の軍艦、搬送戦闘スループ・ピー・コックとスクーナー・エンタープライズが派遣されることになり、東インド艦隊が誕生した。ケネリは東インド艦隊の初代司令官となった。 しかしながらロバーツは中国で死亡。1836年中頃、ケデリも太平洋を横断して帰国した。ケデリは1844年に死亡した。ありがとうございます。